来れるかな。すごいね、こんなにステージに乗ってるの初めて見たわ。もういいですけども、はい、皆さんこんばんは。みんなあれやるよ、同志女子大学、あ、ちょ待って。はい、ちょっと狭いんですけども、私たちは同志女子大学アイドルコピーダンサークル、ピチカートです。よろしくお願いいたします。はい、本日アマステージはアイドルダンス好き女子大生が働くステージ併設型ライブカフェ&バーなんですが、イベント、今日は私ミクリーの生誕祭ということで、たくさんの方にお越しいただき本当にありがとうございます。ハッピーバースデー、ありがとう。はい、そしてね、4回今日ステージやっているんですけども、はい、19時本日、今回のステージはですね、私が所属しているチーム、ピチカートさんの、ピチカートのみんなに、現役とあとね、同期の8期のみんなに集まってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、早速なので自己紹介をね、いつも通りのピチカートらしい、はい、あれですね、自己紹介をやっていきたいと思います。じゃあ、ゆうたんからいくか。はい、はい、はい、8期生オレンジ色担当のゆうたんです。お願いします。ゆうたん。はい、8期生濃いピンクの担当のさらやです。お願いいたします。さらや。はい、8期生ピンク担当のみくりんです。よろしくお願いいたします。みくりん。はい、9期生白色担当みゆきです。お願いします。みゆき。はい、ピチカート入るよ。はい、ピチカート10期生ネイビー担当のなほなほです。お願いします。なほなほ。はい、10期生ラベンダー色担当のゆうちゃんです。よろしくお願いします。ゆうちゃん。椿色担当みやみです。お願いします。みやみ。はいはいはい、10期生いちごピンク担当ひなです。お願いします。ひな。はい、入ってるよ。はい、10期生白ピンク担当のやぶんです。よろしくお願いします。みやみ。はい、10期生マリーゴールド担当のふーたんです。よろしくお願いします。ふーたん。黄色担当のりーちゃんです。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、発表してた時とちょっとメンバーが変わってたりいろいろするんですけど、皆さんそこはお目をつぶってですね、今日はこの何だなんかわかんないですけども、お送りしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。頑張ります。はい、はい、ね、本当にみんな今日はね、練習だったんですよね、みんな前半は。うわ、そう、ありがとうね、本当に来てくれてありがとう。まあね、それについてはまた後ほどの MC で皆さんに宣伝ぜひともしていただきたいんですけども、はい、今日はこのね、メンバーで、サクスピチカートらしいステージをお送りしていけたらなと思うので、皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。お願いいたします。お願いします。なんか言おうと思ったんやけどちょっと忘れちゃったので、おうおう、はい、まあもう早速 MC に行きたいと思います。 MC 曲、あ、間違えました、次の曲に行きたいと思います。行きましょう。はい、じゃあ次の曲に行きましょう。次はあれですかね、8期、あ、違うね。はい、まずはかっこいい曲からの、ユニステージで踊った曲や。あ、そう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 、ユニステージで踊った曲からの8期の曲を2回連続お送りしたいなと思うので、皆さんお願いいたします。じゃあ次の曲に皆さん準備の方お願いいたします。はい、まあね、ユニステージの4曲のうちどれだろうっていう風に皆さん想像していただきたいな。あ、まあセトリ発表してるんですけど、お願いします。
Let's go。
きのメンバーからちょっと告知の方させていただきたいと思います。何何あ、どうぞはい、私たちはイニドル2021ウィンター関西予選に出場させていただきます。イエーイ、よー、よー、頑張れ。頑張れ。8期生の先輩方が引退されてしまって9期、10期で初めてね出ることになりますが、不安いっぱいなんですけど、頑張ってね毎日練習してます。大丈夫だよ。はい、よければ応援よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、本当にね9期にとっては自分たちが一番上の初めての大会でね、私たちも本当にね応援してるよね。うん、緊張するよな初めて自分たちでってみんな楽しく毎日やってるの。そっかそっか仲良くどうですか？圧が。はい。おめんちゃん。お、早めんから。なんか一緒に。どうですか？ユニドル。ずっと憧れてたユニドルにやっと出場できるので、気合いっぱいでみんなで頑張っていきます。先輩の可愛い動画です。よく言うた。はい。はい、ということで私たちのね本当に頼もしい後輩たちが、今度のね冬予選の方に出場いたします。私たちも本当に応援しているので皆さんもぜひぜひ私たちのね後輩のことを応援していただけたらなと本当に思います。まあね大変やと思うんですけど、私たちもできる限りね応援しますし、はい、皆さんの応援がなくては今後今までもねピチカートここまで来れなかったので、ぜひとも皆さん、ピチカートの応援よろしくお願いいたします。これから新しい風をねたくさん吹かせられると思うので、皆さんぜひあのピチカートのツイッターの方フォローしてないという方はぜひフォローしていただきたいですし、メンバー各メンバーもね本当に個性豊かな10期とか特にね集まってくれていますので、本当に、ここのフォローお願いいたします。ありがとう。あ、違うね、まだ終わらないんだけどはい、皆さんぜひ、応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。今日見せてくれたステージよりもとても熱いステージを見せてくれると思うので、本当に12月14日ですね、あの予選、はい、皆さんぜひご予定開けてくれたら嬉しいなと思います。はい、ということでそれじゃあ、あと1曲に行きたいと思います。イエーイ、イエーイ。はい、ちょっと、はい、じゃあ最後の曲はですね、まあ、あの曲なんですけども、はい、皆さん最後まで楽しんでいただけたらなと思います。
私が1がダメですね。はい、じゃあ今日はね、みんな本当に今日は、私のためにですね、盛大に集まってくれて、みんな元気メンバー含め8期生みんなありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ということで、この19時のステージ終わりたいと思います。皆さんぜひ今後ともピッタッと私あと待ってですです。さあ今日はね、ママ組さんからね、大きな大きな大きな花束をいただいておりますので、ちょっと贈呈させていただいてよろしいでしょうか。ティアラもついてすっごい可愛くなってるんですけど、今日ね、このステージカメちゃんがね、僕のね、花束を用意していただいたのでお渡しさせていただきたいと思います。ありがとうございます。嬉しいです。こんな大きな花束もらったの本当に、はい、初めて。すごいピンクだ、しかも重たい。こんなに重たいと思ってなかった。えー、いや、嬉しすぎてちょっと顔に出ないっていう現象が起こってるんですけど、ありがとう、ありがとう、私だ、違う違う違う、ありがとう、カメちゃん嬉しいです。ピンク色、ピチカルのピンク色いっぱい増えましたけれども、今までピチカルピンクやってきてどうですか。ピチカルピンクをやってきて、そうですね、まあなんか正直ね、私何回も結構ここでは言ってるんですけど、水色担当になりたかったっていうのがあるんですけども、はい、やっぱチームの色、チームの色っていうのがピーチなのでピンクなんですけど、まあ、そのチームの色をね、やらせてもらうっていうことで、本当になんか自分にとってピチカートが本当に大好きな場所なので、ちょっとでもこの自分が在籍してた時にすごい頑張ったので、今こうやって素敵な後輩に恵まれて、今度冬予選に挑戦してるっていうことが本当に嬉しいので、本当に今後とも自分の大好きなピチカートをこう9期10期をもう見続けてきていただけると本当に嬉しいので、皆さんぜひ今後ともね、ピチカートの応援よろしくお願いいたします。なんか当てるのか分かんないね、チリメチスな気がするんですけども、本当に素敵な場で、素敵なお花だったり素敵なステージをここでやらせていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。これで合ってるかな。はい、嬉しい、ありがとうございます。いちかちゃん、じゃあみんな一列で最後の挨拶かな。そうですね、じゃあ以上、今やつやりますね。はい、やりますね。はい、まあ19時で、はい、こちらのね、私の大好きで大好きなチームのピチカートの元気メンバー、そして大好きな同期が集まってくれました。皆さん見届けてくださってありがとうございました。以上、同社女子大学ピチカートでした。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、アマステージ、今後とも楽しみください。ありがとうございます。